PSL は1970年代にルーマニアが AK-47 をベースに設計した狙撃用ライフルである。また、FPK とも呼ばれることもある。PSL は正体の選抜いて向きに設計されたマークスマンライフルであり、その設計、運用思想はソビエト連邦製のドラグノフ狙撃銃に類似している。また、大きく肉抜きされた。 サムホール式重傷など、外見も、ドラグノフとの類似点が多く、弾薬も、ドラグノフと同型の 7.62EX54 メートル MR 弾を使用するが、全体的な構造には、相違点も多く、内部構造的にはドラグノフよりも、アカムや RPKK 機関銃との類似点が多い。光学小準機や暗視式小準機は、レシーバー左側面部のアリミゾ式レールを介して、 取り付けるものであり、レールはドラグノフのものと互換性がある。また、スコープの破損に備えて、アイアンサイトも用意されている。ルーマニアで製造されている PSL 用の標準的な光学標準機は、LP's t ニと呼ばれ、ルーマニアの R アで生産されている。LP's t ニは、ロシア製の PSO-1 を元にしており、外見、基本性能、 内部照準線のデザインも同一であるが、内部照準線の蛍光塗料の発光源には、トリチウムが使用されている。この銃とドラグノフ素撃銃との外見の細かい際の、例は、マガジン位置が、トリガー位置によっている、ハンドガードの構造が違う、前述の通り方当てと重傷が一体化しているため、重傷のデザインが違うこと等である。ドラグノフは、 ガスピストンとボルトキャリアを別部品とするショートストロークピストン式を採用ドラグノフのレシーバーは削り出し加工で製造。ありがとうございます。